決まった。ナイス。楽しいな。ほら言い方。いやー入れ乗り中です。オーナーマリスタッフ豊村です。本日私はこちら山口県長門市の湯和港の方に、来ております。今日ですねこちら湯和港の官僚丸さんの方に、来てるんですけども、まあ、ちょっと私一人じゃなく今日はちょっと弊社、釣りマイスターの藤岡さんをちょっと呼んでおります。藤岡さん今日も本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーナー丸藤岡です。ね、藤岡さんこの時期の官僚丸といえばスペシャルコースですよね。ですね。去年いやもう僕ちょっとテレビ見てあのよだれ垂らしてました。でしょ。はい、もう夢のあれですね、はい、夢のリレー、うん、はい、おもり具でケンサキイカを狙ってからのそれを使ったクエですよね。いやちょっと去年すごい超過でしたよね。はい、すごかったです。ですよね。一匹でいいね。まずはじゃあ、はい、おもり具で、おもり具でですね、しっかり餌を取ってから、はい、明日のクエに備えると。そうですね、はい、まあ、ちょっともう明日が待ち遠しくてしゃあないんですけども、はいはい、今日はしっかりおもり具で、はいはい、頑張ってみましょう。頑張ってみましょう。はい、ほんでそれでは1日よろしくお願いします。お願いします。なんかちょっと船長からの提案というか、なんか今まだ出てねまだ2分ぐらいなんですけど、ここでなんかイサキが湧いてるらしいんで、ちょっとだけ今流行りのスーパーライトジギングですね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあちょっと SLJ やりたいと思います。ジグはね、激怒レベルの 40g に、ファイアスイン40で、色はゴールドゼブラ、ちょうどその太陽の色に合わせた色で、まあ、ゴールドって一般的に結構ねアピールカラー強いと思うんですけど、こういった真面目の時で逆に太陽光と馴染むんで逆にナチュラルに変わるっていう色ですね。ちょっと重曹より下の方に反応出てくる。ちょっと15秒ぐらい。うわー来たー。船長の言う通り沈めたら来ました。来ました。お、ナイスイサキ。おお、でかー。はい、ありがとうございます。ダブルヒット、ダブルヒット、ダブルヒット。あ、でか。ありがとうございます。もう藤岡さん来た後にすぐ私の方にも来てくれました。さあ、なかなか風入らんですけどね、こうやって、うん、口使うと一気に群れ自体がスイッチ入るんで。よう引くね。引きました ね、うん、まあ、お腹パン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 。これが激うまイサキですよ。この時期ならではの。もうよだれ出るわこれ。はい、イカの、ポイントの方に着きました。藤岡さん、早速おもり具ですけれども。そうですね、ただね、まだちょっとまだ氷はあって、うん、イカの活性も低いんで、はい、まずはね、ボトム中心に狙ってみましょう。中心に。その時やっぱり、なんかカラー、やっぱり選択はあるんですか。そう、でね、これ大きく分けたら、はい、まあ、かなり派手派で、うん、で、中派で、うん、ナチュラルになるんですけど、まあ、イカの活性に合わせて選ぶといい。ボトムス周辺ってことはあまりまだ活性が高くないので、うん、ちょっと抱きやすいナチュラルカラーからまず始めて、ナチュラルカラー活性が上がってきたら徐々に上げていくという形でやってみましょう。なるほどね。でまずはね、うん、ボトムなんで、はい、ちょい投げでこの状態でギリギリまで
これで。なるほど。でボトムスクと、はい、とりあえずねボトムから5メーター。5メーター。はい。だからそんな風高くないと思うんで、一回大きくしゃくって。大きくしゃくって。そうそう。それを2、3回繰り返して、そうゆっくりしてさせるか、ホールさせるか。2、3回ちょっと繰り返してください。パッパッと。パッと。そう。でそこでピタッと止めるか、はい、ホールさせるか。ホールさせるか。いきなり来ました。止めてた来ました。で来た時はちょっと置いときます。で周りのやつがドロッパーつけてたら周りに抱くんで、今ボトムが 1m。 今使ってるのは、カラマオモリグリーダーのダブルの100使ってます。ダブルっていうのはドロッパー1個と、まあ、メインリーダーが1個のダブルですね。こういったあの今使ってるベイトリールなんかっていう時は投げれない分、まあ、真下で効率よくその2つつけることによってその日のヒットカラーを探すっていうには非常に適したリーグになってます。はい、見えました。お、言い方ですね。はい、ストロングポイントの、ダーク赤緑、今年の新色ですね。で今ヒットしたのもやっぱりダーク赤緑なんで、やっぱナチュラル系がやっぱこの時間帯は強いですよね。ただ富山さん1個忘れてないですか。大事なことを1個忘れてないです。何やろ。カラーチェンジ。あ、もう時間経ったね。大丈夫。ちょっとするわ。どんどんカラーを変えて、うん、ちょっとするわ。活性に合わせていってください。もしイカがいてなかなか食わなかったらナチュラル系なんですけど、うん、イカがまだ発見してなかったかもしれないっていう判断があるんで、うん、次はちょっと明るいのでやってみましょう。明るいので、はい、でとりあえずエビの存在に気づいてもらう。なるほどね、はい、アップルマンゴーですね。2メーター。ボトムから2メーターぐらい。まだボトムやった。おっしゃー。豊村さんがスイッチ入れてくれました。アップルマンゴーのおかげです。色変えた一発でしょ。一発でね、やっぱり。そう。言っとった通りやね、本当。可愛いわ。ちょうどいいサイズ。いいサイズだよね。やりました。おもりぐ第1号。ごっさんヒットです。ストロングポイントの赤キーですね。高活性カラーに来たんでちょっと活性上がってきたかもしれませんね。この風切れてくるってことは結構新しい群れが来たっていう判断もできるんで。これ藤本さん、はい、今結構可愛いサイズやってんけどさ、はいはい、なんかでかいもう台剣ぐらいサイズ上げるコツあんの。これそれ教えていいんですか。え、やめとく。やめとく。台剣っていうのはやっぱりその賢いんですよね、うん、他のサイズに比べて、うん、でやっぱ警戒心が強いから、はい、なかなかやっぱエギをすごい選んでいくんですよ。なるほど。なんでどうやってするかっていうより台剣が触ってくるサイズっていうのをかかりました、うん、探していく。なんで今いっぱい釣れたけどちっちゃかったら、うん、釣れてもカラーチェンジしていく。あ、どんどん、カラーチェンジすんのや。どんどんカラーチェンジで台剣釣れるまでカラーチェンジしていって、台剣釣れた色でやったら大きいのも釣れるしちっちゃいのも。なるほどね。大きいのが騙せるんでちっちゃいのも騙しやすいんですよね。なるほど。なんでとりあえず台剣が触ってくる色を探すってのが一番早い。あ、これでも素人目からしたら釣れたやつばっかりやってまうからね、これ。そう、逆。なるほどね。今みたいなサイズが釣れたら色を変える。色を変える。はい、ナイス。さっきと一緒ですね。派手から赤き
やっぱり大剣じゃないんでね、大剣は反応してないっていう判断なんです。まあさっきの話だと大剣がかかってなかったからこれを変えたいんだけど、やっぱりヒット液は変えたくないっていう時は、これはこのままにしてもう一本の方ダブルの仕掛けでこっちの色を変える。でこっちがこっちでカズスリ狙いながらこっちで大剣狙ってサーチしていくっていう変えてきます。で今アピール系で当たってて今中アピールに変えたんですけど、こっちが乗らなかったんで同じ黄色系、黄色黄色来ました。落とし込みでボトムスいて竿をいっぱいまで上げてゆっくり落としてた。で、今度は下の色ですね。はい、出ました。さっきカラーローテーションした時のカラシ、まあ、今年の収穫ですね。釣れました。ただね、サイズがねちょっとちっちゃいんで、カラーチェンジします。来ました。ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、これ大金カラーじゃん、これ。大金カラーかな。これ大きいじゃん、これ。これでかいっすよ、それ。なあ。はい。おーおーおーおお。でかいよ。でかい。いっぱいイカついてきたよ。これ抜ける？いや。これで、うん、こっち来てください。おー、でかっ。うわ、でかい、でかい、でかい。なにこれ、でかい。何センチ？50あるかもしれん。おー、えんちゃん、これオモリグ、アップルマンゴー来ましたね。まさしく、これ、基本ならアップルマンゴーが大金から。そう、覚えててください。はい、はい、やりました、やりました。嬉しいわ、めちゃくちゃ嬉しいわ。これ、こちら、カメラマン大森グリーダーシングルですね。こちらの仕掛け特徴ですよね。ダブルラインと、高質ブラックパイプ、そして、まあ、の弊社にもある SW フレンディングスナップ の超回転のトリプル効果でトラブルが、未然に防げます。そして、まあ、ラインもオールエステルラインで感度が抜群 でこちらの仕掛けがシングルになってるんで、もうとりあえず手返しがすごい速いです。今日私が使ったのは100センチなんですけども、他にもこちら70センチと150センチがございます。ぜひお試しください。こちらストロングポイント 2.5 号ですけども、こちらの特徴がですね、従来の、ドロー4のエギド 2.5 号よりも、こちら羽ですよね、羽が、倍ぐらいついてます。まあ、結構、こちらストロークポイントとかだったらオモリグで船の上で使用するものなんですけども、そちらでもうねりがあったり、船の揺れで、エギが安定しないんですけども、これ羽を倍にすることによってエギが安定してより超過を望めるようになります。そして針なんですけども 2.5 号なんですけども、従来のドロー4の3号の針がついてます。まあ、短足系のね、検査ギカとか結構スポ抜けが多い、イカ釣りでもこちらストロングポイントであれば、そのスポ抜けもなく、超過も、上がりますんで、ぜひこちらストロングポイント、お使いください。ちょっとだいぶ棚が上がってきたみたいなんで、こういう時はねシングルでドロッパーなしの1本カラマンオモリグリーダーの100センチ でキャストしてね、ちょっと広範囲やってみます。で水深が 25m ぐらいで反応があるってことなんで、それを広く探っていきます。あ、来た。こんな感じで今外から引っ張ってきて、まあちょうど45度ぐらいのところで乗ってくれました。
大体25メーターぐらいでやっぱり当たりました。ピンククリアですね。結構競争の時なんかこういうクリア系が半透明が効くことが多い。今ね、半透明なんです。半透明、はい、UV 系、 UV 系で言えばもう私の好きなこれが伝説の54番ですね。やっぱり 25m ぐらいのところ。そうですね、投げてとりあえず 30m ぐらいまで落としてカーブホールで 25m ぐらいのところを行ったり来たりします。随分下手くそなことをしてました。でもいいサイズですよ。はい、こんな感じです。よくんな今当たってますね。ちょうどね、20m で当たってます。入れ乗り楽しいな。ほら、言い方、いや入れ乗り中です。うお、来た。 25m、 25m やっぱその辺ですかね。はい、ダブルヒット。よくんな、完全パターン見つけました。伝説の54番から。ああ、よう綺麗ね。ナイス。今日はこのピンククリアが爆調します。今からちょっと晩ご飯作ります。イカだけの海鮮丼、絶対うまいっす。うわ、うまそう。あ、うまっ。まあ、まだまだ時間あるんでね、今いっぱい食べて、はい、後半戦行きましょう。うまいぞ。で、これ止めた時にイカの気配は感じるけど抱かないなっていう時は逆にゆっくり上げていくとか、こういう感じですよね。イメージで言うとエギがパンパンパンって上がった時にイカがふわってくるんですけど、警戒してこうやって見ているんです。これが姿勢の時間で、乗る時はふわっとくるんです。ただこうやってパンパンパンって上げて10秒以内にふわっとくるんですけど、こうやって確かめている時はなかなか抱かない。その時は逆にスーッと逃がしてあげたり、スーッと落としてあげると、あ、餌やったと思ってこれでまた追っかける。なんで、まあパンパンパンってやってステイで寄せて、抱かんかったら落とすなり上げるなりして、まあ次のしゃくりに行ってもいいんですけど、まあもう一段階食わせの間を作ってあげるっていうのも非常に有効なテクニックですね。で、まあ止めてて来ないんでゆっくり上げていきます。で、またと。で、これでまた離れてるんで、もう一回パンパンってスイッチ入れて、ステイ。
ゆっくり上げる。あ、来た。ね。こんな感じですね。ステイで抱かなかったけど、イカの気配がいるっていう時に、ああいった、もう一段階ゆっくり下ろすっていう。っていうのが、まあ、結構、食わせのテクニックですね。はい。この子でした。お、死んでいる。待て待て、そのままそのまま。いいね、いいね。はい、ダブルヒット。あ、外れた。戻る、戻る、戻る。もうなんだ。いやー、あかんな、下がっていったね。あ、惜しい。はい、今横で藤岡さんがステイ中に当たらなかったら竿を上げてゆっくり上げてたら当たりました。まさしくやる、これ。そうなんです、うん、意外とね、みんなね、やらない技なんで。いや、うん、魚ちゃいますそれ。こいな、イカじゃん。でかい。めっちゃでかい。今もう魚をで男巻き取ったわ今。大剣手前。伝説の54番。10秒ステイの竿を上げ。もう一緒のパターンやね。これにさ、ちょっと派手系ばっかりに当たってきましたんで、フォーカス性カラーに変えました。いいサイズ。重り具の重さ、重りの重さですね。基本的に重り具のメカニズムって、イカがエギを引っ張った時に、重りが動いて竿に出るっていうような、当たりの出方をします。ただこの重りが重たければ弱い引っ張りの時に重りが動かないんですよね。で竿に出にくい。なんで私の場合っていうのは潮に合わせてなるべく狙っているレンジが釣りやすい重りを選びます。なんで今は15号、あんまり潮は出てない15号で、なるべく軽い重りを使って、ちっちゃいイカが触っただけでも重りが動くようにするっていうのが、まあ、一つの、まあ、ポイントになります。今豊村さんが隣で何回も当たってたんですけど、乗らなかったんですよ。で、実はそれね、エギを抱いて話してると思われがちなんですけど、実はね、重りに抱いていけることがあるんですよ。で、ズルズルズルって抜けてかからないんですよね。じゃあ、重りに抱いていけないエギをどうやって吸ったらいいねんっていうのが、まあ、テクニックあるんですけど、それは、じゃーん、おもりと一緒の色に合わす。これ保護おもりカラーって言ってます、まあ、僕らおもりパターンの時に非常に有効なテクニックなんで、合わせても乗らないという時は今みたいにちょっとおもりと全く一緒の色ですねをつけてあげると、まあ、一撃でこうやって乗る。ボタン巻いて巻いて。でかい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 。ちょっといいサイズですね、久々に。
ドピンクです。こんにちは。これトマト。新色爆裂ですね。爆裂やわ。ピンクとトマトで。トマト。2022新色です。まあね、重りが本当ね、1にカラー、2にレンジ、うん、そうですね、3、4なくて、5にテクニックなんで、本当カラー交換とレンジ、豆さえね、豆さ、そう、それさえやったら結構どの間でもね、釣れますんで、まあ、ぜひ楽しんでいただきたいですね。そうだね。ほら来た、ラスト1投、今みたいな感じでカラーとレンジが当たれば、もう入れ乗りです。いやー楽しかったな、まあ、これ以上はもうちょっとキリがないぐらい釣れてるんでやめたいと思います。ありがとうございました。はい、港の方に戻ってまいりました。藤岡さん、はい、おもりくものすごい楽しかったです。そうでしょ、はい、楽しいでしょ。もう藤岡さんの言うことそのままやったら全部釣れました。私はいやいや、お見事でした。ですね、本当に途中もイカご飯作ってくれてものすごい美味しかったです。そしてまあいよいよ明日、はい、でかいアラを釣りにですね、はい、今日釣ったイカで、はい、ですね、これがアラにばらけるのか、まあ、とご期待ということでですね、はい、はい、それも本当に今日ありがとうございました。いえ、こちらこそ。それでは一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度入ってきたんですよね。行こう。よし。あ、浮いた浮いた。はい、あの草かね。いや。